今回のポッドキャストはですね、ちょっと聞き流し系になるんですよね、このビデオは。なのでですね、えー、とこれ実はポッドキャストにもなっておりますので、Spotify、Google とか、Apple のポッドキャスト、iTunes とかでもね、このポッドキャストを楽しむことができますので、ぜひ聞き流していただければと思います。それでね、僕はね、よくあのポッドキャストを聞いたりするときは、スピードを1.5倍とかにして聞いておりますので、もしかしたらね、YouTube だったら、ここの,あ,のあなたの右下にギアマークがあると思うんですけれども、 スクリーンの下ちょうどここのところにあると思うんだけどそこからスピードの設定を1.5倍とかでね楽しむことができますのでひょっとしたらその方が楽に聴けるかなって思いますぜひ通勤中とかね静かな時間にあの特に自然の中とかで聞いてくれたら嬉しいですでね今日はねあの実は Q&A 先週ですね努力しないと罰になる人生を変える話 っていう、あのね、ビデオをポッドキャストをアップさせていただいたんですよね。で、そしたらですね、あのコメントが。 あのものすごいいただいてですね、温かいコメントいっぱいいただいて、で、結構実はすごいコメントをいただいたんですよ。で、あの、そこに質問があったので、それを答えていきたいなって思っております。で、ちょっとこれチャレンジじゃないんだけど、あの遊び系のチャレンジなんだけど、もしね、このポッドキャストを最後まで聞いてくれた方は、ぜひ、あの、最後まで聞いたよってコメントで教えてください。ちょっと YouTube だったらコメントできますのでね、ぜひ教えていただければと思います。それで、え、クリス、なんか、 なんかあの熊、ー、の目持ってないって思っている方ありがとうございますいや僕はね本当に20代からね熊の目をお持ちに持っていてですねで特に最近あのあのー、ね朝4時に起きてあのー、ねあの焚き火家の中のあのファイアプレイスみたいなのがあってねあの焚き火をそこで作ってですね家の中のあの何ちゅうの日本語の名前忘れない忘れちゃったんだけどそこであのー 勉強をしているんですよね。だからちょっと朝の時間が早いので、ちょっと熊の目になっております。そうするとなんかやっぱりね、あのラッキーだったら2時間ぐらい勉強を入れることができるんですよね、子供たちが起きる前に。Right. でえー、っと ちょっとであとね、ちょっとあの、ポッドキャストだとわからないんだけど、ビデオだったら見えるけどね、ちょっとムードをね、暗くしてみました。ね、ちょっと遊び系です。a l へへへ。あらじゃあね、あの、えー、とすごい、あの、今日は、あの、すごい大切なお話になっていくんじゃないかなっていう予感をしています。なんか、えー、偉そうやな、大切な話になるなんて。いや、そういうつもりじゃないんだけど、中にはこの話が本当に心に響いて、あの、自分のバイブレーション、 がリフトされていくっていう自分のシステムですよね自分の現実がこうなって作られているんだっていうその人生が変わってくる可能性のきっかけになるお話になるんじゃないかなって思っておりますね。どういうことかっていうと人生を変えたいんだったらまずどこからスタートするのかっていうと僕は可能性が必要だと思いますできるかもしれない変わるかもしれないもっと良くなるかもしれない変わっていいんじゃ ってなった時に、このチェンジを自分で呼び出すことができる。ね。あなたが共鳴、人生の共鳴っていうのがあるから、自分の人生はダメなんだって、本当にそれが自分が真実だって思っていたら、それが自分の観念だったら、その人生、そのエネルギーが共鳴っていうのあなたの、それが自分のね、固有振動数になりますので。 レゾナンス。ね。共振。で、それが引き寄せられるっていうか、それが現実に現れるっていうことですね。本当に自分がダメな人なんだ、私はできないんだって思ったら、実は目の前にチャンスがいっぱいあるかもしれない。実は本当は友達とか、ね、仕事の人たちがこういうチャンスがいっぱい、ね、あって、やってみるって、ね、声をかけてくれるかもしれないんだけど、自分が、いや、ダメだよって言ったら自分で断るかもしれない。ね、そういう匂いを出しているから、そういう声をかけにくいかもしれないんですよね。でも自分はできるかもって。よく なるかもって思い始めるとそのようなチャンスが自然に現れますこれは宇宙の法則ですね宇宙ユニバースっていうのはあなたの成長を望んでいますあなたの成長を待っていますねどういうことかっていうとあのなんかねあのペーシェンズずっと待っているベイビーシッターみたいな感じなんですよね ね、例えば子供たちが遊んでいるじゃないですか。ね、僕には2歳の子供がいるんですけども、もう子供を自由にしたらね、朝起きたら、パパ、パパ、テレビつけてって言って、ずっと YouTube のね、あのおもちゃの映画とか、ずっと見てます。一日中、アイスクリームを食べて、おもちゃの映画を見て、ね、なんかクレヨンで壁にいろんなものを描いて、ね、だからこれ、ちょっとダメだよって、子供もでね、成長を手伝わす 手伝わないといけないんだけど、でも、ユニバースっていうのはちょっと違って、ずっと待ってくれているベイビーシッターみたいな感じ、ずっと一緒にいるんだけど、ね、自由にテレビ見ていいよ、それはあなたの選択だよって、そのチョイス、あなたにそのチョイスがあると、選択があると、ね、高い選択、高い意識の選択、例えば愛。 ね、あの、愛を選ぶとか、ね、優しさを選ぶとか、成長を選ぶとか、ね、そういうのを選んでいったら、そのご褒美っていうか、そのリアクションっていうのが、共鳴的に必ず起こります。でも ね、自分がいやネガティブなことを選ぶ、ね、相手を嘘ついても成功しないといけない悪いことが起こるから努力しないといけない私自分自分っていう形で他の人を押して私がこの電車に乗らないといけないからみたいな感じで他の人を押してね自分が電車に入ってあったとか、ね、そういう感じだったらそのような人生が現実になってきてそれが自分と合わないかもしれないでもそれは自分で学ぶことだからその約束があるから自分で学ぶ自分で学べる自分の本当のパワーに気づいていく っていうことがありますので自分のパワーで低い意識が求める低い選択を選んでいるとそれが現実になっていきます。で自分でもうそろそろ、ね、この生き方は私に合わないもっといい生き方があるんじゃないかなって、ね、もっと意識が高い Kindness 優しさ愛大丈夫っていうのを選んで生きていこうってなってで教えてって言ったら待ってたよみたいな感じで、ね、あなたの応援団 が偶然のような感じで本当にチャンスみたいな感じでいろんな変化が現れてきます。これは約束です。これは現実。科学的な共鳴。ね、固有振動数のシステム、ね。このシステムの法則っていうのは重力みたいにあります。共鳴の法則っていうのはこれよく引き寄せの法則とか呼ばれるんですけど、ね、それをやって呼んでもいいんだけどちょっと新しい言い方っていうのは本当に引き寄せの法則って は、ちょっと難しいんですよね。そのスモールセルフ、英語が求めていることを。 ね、引き寄せようとすると、実はそのエゴは恐怖がベースのシステムになっているから、ね、恐怖、私は足りないからもっとお金が欲しいの。私は足りないから成功しないといけないの。私は足りないから、僕は足りないから認められないといけないんだっていう感じで、こういう時計が欲しい、もっとお金が欲しい、もっとこういう場所で住みたいって。で、恐怖がそれを、ね、恐怖がそのあのー、原力、ね、エネルギーの元元ね、源って書いて、元気の元 ね、元って書いてそれが元の木になっているから、ね、元になっているからエネルギーの元になっているからそれが共鳴されてそれが引き寄せられてもっと私は足りないんだっていうそのようなことが引き寄せられるんですよね。 だから、引き寄せの法則って感じるんで考えるんじゃなくて、共鳴の法則、別に法則って呼ばなくていいです。現実だから。共鳴っていうのは本当に科学的にあることなんですよね。すべてはあの動いているわけなんですよ。あ、ちょっとね、あのそれもカバーしていこうか。じゃ、えー、と文章が用意しているんで。ちょうどね、えー、と僕ね、あの今、えーと、1月の何日かな、二十何日かなんですよ。えー、と、で、2月の1日から新しいコースをリリースするんですよね。 えーと今,今日が26日なんですけれども、撮影している日が2月1日にあのちょっとこのようなコースをリリースするので、ちょっとね、そこにあのエネルギーについて説明する文章をちょうど用意していたので、ちょっとそれを一緒に読んでいきましょう。はい。えーと、これ、これです。ちょっと読むね。すべては振動している。ね、私たちの 宇宙に存在するすべてのものは常に、これ何て読むんだろうね、動詞って読むのかな。だから動いています。震えてるんだよね。静止しているように見えているものでも、実は様々な周波数で動詞し、共振しているのです。共振は運動の一種類で、二つの状態の間で共振することが特徴です。 そして究極的には全ての分質はさまざまな騎馬的な場の振動に過ぎないのである。これちょっとねコースをリリースする前に漢字の勉強しないといけないね。ねこのようにあらゆるスケールで自然界は全て、あのー、動詞しているのです。まあ、動いている波動っていうんだよね。レゾナンス。震えているっていうか全て分質的に動いているわけなんですよね。 ちょっと現実的によく考えてみようよ。例えば、あなたは何ですかっていう質問が来るじゃないですか。ね、あなたは何なの、ね、よく考えてみると、あなたはアトムですよね。あなたの体にはアトムっていうのがあって。ね、で、それがいろいろなくるくる回ってるわけなんですよね。で、すべて同じようなアトムでできているんだけど、その frequency その周波数によって、じゃこのアトムはね、 石になったり、このアトムは肌になったり、ね、脳になったり、心臓になったり、目になったり、自分の体っていうのはいろんなパーツがあって、ね、これタッチしてないんですよ、現実的にすべて。タッチしているように見えるんだけど、すっごい小さい、ね、あの望遠鏡みたいなので見てみると、ね、タッチしてないわけなんですよ。動いてるわけなんですよ。すべてこの周波数っていうのがあるわけなんですよね。で、実は人間の脳もそうなっているんですよ。ね、人間の脳には、えー、と、 ね、ちょっとこれ YouTube だったら見れるんだけど、今あの絵を出していてね、Human Brain Waves。人間の脳のウェーブっていうのがあります。その絵があって、ガマウェーブっていうのが、ね、31から 100Hz。ね でベータウェーブっていうのが16から30。アルファウェーブっていうのがあって8から15。セータっていうのもあってで、デルタっていうね、デルタウェーブっていうのもあります。寝てるときとか、ね。だから本当にこれあのね、脳にね、いろんなものをくっつけて寝てるときの状態とか起きてるときとか興奮してるときとか瞑想しているときとか、いろんな感じで脳のその周波数を測るっていうことなんですよね。で、自分のカンチェスネだ。あなたっていうのも周波数。ね、この、そういう感じで考えるとすごい今日の説明がストーン オンって分かりやすす。くなると思いまッケーじゃあね、ちょっとあの、あの、いただいた質問をですね、あの読んでいきたいなって思っておりますので、あの質問を読んでいきましょう、ね。質問本当にありがとうございます。ちょっと名前は出さないね。ちょっと恥ずかしいかもしれないからね。あらい。じゃ今ちょっとスクリーンに出しているのは、Chris's room Q&A. Follow your heart. って言って、この質問をえー、と先週いただきました。ね。 アモのすごくいい話ですかああちょっと読むね。アモのすごくいい話でした。ありがとうございます。でも、どうも聞いていると、自分の中に、ひろゆきみたいな存在が出てきて、あ、ごめん、ちょっとね、この,このコメントは、えー、と、このコメントは、その先週の、えー、と、努力しないと罰になる人生を変える話、努力しないと罰になる人生を変える話っていう、あのそこの,あのビデオからいただいた、 あの質問ですすごくいい話でしたありがとうございますでもどうも聞いていると自分の中に広雪みたいな存在が出てきて努力しない人や努力できない人って最後はスピリチュアルな世界に逃げ出逃げるんですよね自分にとって都合のいい言葉を聞いていていい話だったなあって感動するだけ何一つも変わってないのに変わったつもりになってるんですよ ありのままの自分で良いって自己支給を求めるけど他人があなたそっくりだったらその他人のことをあなたを認めますかおうおうきついやなきついね。現代社会に生きる上で自分らしく生きるなんていうのはありえる富と地位と名誉の生命の絶対保障がされている人だけ。結局 独りよがりの強がりでしかない。現状を変えるには努力しかないのに、努力をしない言い訳を探している。そんなやつが幸せになるわけな,るないじゃないですか。同じところをくるくる回ってるだけのダメなやつですよ。みたいな反論が浮かんでしまいます。どうすれば自分の中にいるひろゆきみたいな存在を黙らせることができるんでしょうかっていう質問をいただきました。いい質問だよね。 ね、本当に僕もこれ共鳴、共鳴するんですよ。ね、本当にもっとね、その努力しないといけないのにダメだよとか、ね、現実を変えるんだったら努力しないとダメなのに努力しない言い訳をしているだけだよとか、ね、特にこれ、これ、これきついよね、こういうの。あのこの一番最初のやつ。えー、と、一番最初じゃなくて、えっ、ー、と、あれこいつかな えと努力しない人や努力できない人って最後はスピリチュアルな世界に逃げるんですよねとかうわーゾッとするよね。ねで私はあの本当にあの特にこのアメリカに引っ越しした後ですねだから今年今3年目になるんですけど特にこの3年間はこの,、ね、その心の話っていうか愛を選ぶ大丈夫っていう形で生きる。 バーサス、それと BS やな、戦うのは努力しないとうまくいかないんだよっていう、このバイブレ、この、このね、考え方について、結構あの悩んでいたことがあったんですよね。ねで、僕は、の前のビデオでも説明したんですけれども、丸抜感覚の世界で育ちました。昭和55年の東京生まれの、あの渋谷区生まれの,あのクリスチャン原門線。おばあちゃん日本人なんだよね。原門線。 というものであので僕は日本の学校に行って、ね、最初英語を学び始めたのが13歳の時だったんですよ。ね、本当にお父さんお母さんはその日本の社会の正しい形であの育ってもらいたいっていう形でなんか結構厳しい塾にも、ね、僕行ってであの小学校とか、ね、日本の中学校1年の時までは、ね、日本にいたわけなんですよ。で 僕は、その、いい人にならないといけない、いい子にならないといけないっていうように結構ハマって、その、怖い人、偉い人の前で努力する、先生がいることをちゃんと聞く、大人の話をちゃんと聞く、みたいな感じで育ったんですよね。で、僕が、えっ、ー、と、今日、この質問を答えていく、あ、ちなみにですね、今、僕の手がね、ポッドキャスト見れないんだけど、僕の手にはね、 子供がね、つけてくれた。あのシールの入れ墨がついています。これ、ちょっと見えにくいんだけど、ホッキープレイヤーなんやな、ホッキーの。ーちょっと。 ホッキープレイヤーが今出ています。ちょっと見えないね。ホッキーのね、入れ墨についてるんだけど、あの、本物じゃないん <laughs> だけど、あのー、これついてるの僕の手な何ついてんの、クリスって思ったら、これ、あのー、子供と一緒にね、あのー、シールの入れ墨つけてました。すっごい、最高です。もう、キットくんがね、今僕、あの、子供の2歳ちょっとなんだけど、もう、このシールの入れ墨を作るのが大好きでね、ね,ね、片手になんか2個3個つけて、両足にも2、3個つけて、もうたまにはシールだらけになって、めっちゃ可愛い。 いいんですよ <laughs>、right、じゃあね、えー、とどうやってこの,、ね、あの,その罪悪感っていうかこの自分はねそのもっと努力しないと駄目なんだよって、ね、そういうところからあの、ね、抜け出していくのか,か外していくのかっていうのをちょっと論理,を論理とハートを使ってね説明していきたいなって思っておりますじゃあちょっとハートを使って って論理に入ってで、今度またハートに戻っていくっていう感じで説明していくね。このキーワードは experimental、ね。このテーマについてのキーワードっていうのが浮かんできて、ねで、それは knowing っていう言葉なんですよね。これがキーワードになります。knowing っていうのは知るということです。なので、これを日本語にすると、ね、体験して自分で知ること。 なんですよね,ね自分で経験自分で体験して自分で知ることなんですよね。でどういうことかっていうと、ね、例えば「knowing」っていうのは知っているっていうのはじゃあ例えばあなたはね今夜ねあの家に着いたらちょっとコンビニ行ってきてでコンビニで、えー、となんかアイスクリーム買って家に戻ってきてくださいって言ったらコンビニへの歩き方行き方って分かりますか知ってますよね。 知ってますよね。ね。同じような感覚で、例えば、ね、ちょっと自分が相手に、人に傷つけちゃった、ちょっと悪いことやっちゃったなとか、ちょっと反省した,した、することとか、ちょっとあれは言い過ぎたなとか、ね、自分で英語で mean って言うんだけど、意地悪したとか、なんかちょっと相手を傷つけちゃったったら、自分の心、ハート、自分で knowing, you know it 知ってるじゃないですか。知ってますよね。同じような感覚なんですよね。ね。これが、その、何が、 本当、本当なのかっていうか、何が、何が本当なのかやな。自分で知っているっていうことなんですよね。Okay. それがちょっとキーワードになりますので。で、次お話しさ,させていただかったのが、システムなんですよね。ちょっと論理的にシステムっていうことを考えていきたいなって思っております。ちょうどね、えっ、ー、と、僕ね、ひょっとしたらシステムの、 えー、システムとはっていう、えー、と、これがね、ちょっと読みますね。システムを辞書で引くと、この文字が出てくるんですよ。システムっていうのは、えー、と個々の要,要素が有機的に組み合わされたまとまりを持つ全体。体系系っていうのが、その辞書で、システムっていうのを引く。 ですよね、だからいろんなものが有利的に組み合わされているっていうのがシステムなんですよね。でよくシステムっていうのを考えていくともちろんその、ね、ソフトウェアのシステムとかもあります。ね、でもよくシステムって考えていくと意識はあるのか意識はないのか別に意識はなくてもシステムになることはできるんですよね。ね例えばサハラの。 ね、サハラの,あの砂っていうのが砂漠にね大きい砂漠がありますサハラにでこれ年に1回ですねモンスーンみたいな形でですねサハラの砂があの太平洋じゃない大西洋大西洋を飛んでですねアマゾンの森に落ちていくんですよね大変もうたくさんの量がで実はこの砂のが実は、えー、リンになるのかなそのアマゾンの森の栄養になるわけなんですよ で、アマゾンの森っていうのは、ね、本当に地球の中で一番空気を作っている森なんですよね。本当にこの地球の,あの灰って呼ばれている、ね、英語だったらね、Earth is Lungs って呼ばれたりするわけなんですよ。ね、で、もしこのサハラの砂が毎年、ね、アマゾンの森に届かなかったら、やっぱりすごいもうダメージになってアマゾンの森がなくなっていっちゃうわけなんですよね。これが現実なんですよ。だから面白い形で、この自然の中にはシステム、 っていう形がありますサハラの砂漠とアマゾンの森で。もう一つのシステムは、例えば私たちが吐く息っていうのは、ね、植物がそれを吸い取ってくれます。植物は私たちね、それを吸い取らないと生きていけない。で、植物が吐く息っていうのが私たちが吸い取る。ね、このようなバランスのシステムっていうのがあります。ね、海の塩もそうですよね。ねあのタイル ね、その、ま、満潮とかあるじゃないですか海が、ね、上がって下がったりこれ月となっていてでこれでその生命のシステムっていうのもあるんですよねだからいろんな意味でシステムっていうのがあってでこのシステムっていうのは別に意識がなくてもねあの大丈夫なわけなんですよ、okay? でこれから説明していくのが鍵になってくると思いますそれは恐怖のシステムなんですよね 恐怖のシステムなんですよ。で、恐怖っていうのは、もちろん意識ではございません。ね、空っぽです。なんかこう、コンピュータープログラムみたいな感じで、一時的に本当だって出てきます。ね、で、ちょっと、恐怖、恐怖くん、恐怖さんを、ちょっと、人だと一瞬思っていただきたいんですよね。全然人じゃないんだけど。ね、<laughs> でその、ね、恐怖っていうのは、 存在を続けけたいわけなんですよね,ね恐怖っていうエネルギー、ね、恐怖っていうものは、ね、存在サバイバルを続けたいわけなんですよ、ね、でもし、ね、恐怖っていうのが本当じゃないから手放していいよって大丈夫だったんだってなると、ね、恐怖はそれを生き残ろうとしてるからうわーってそしたら殺されるよやめてよって言って ね、必死になっていやいや本当だよ悪いこと起こるよって言ってくるわけなんですよ。ね、それが恐怖のシステムなんですよね。ねで例えばね分かりやすく説明するとこの受験の話っていうのがあります。

いや、なんか全然トップのエリートの大学とか、エリートの仕事に全然いけると思うので、ね、あのー、もっと、あのー、ね、頑張っていきましょうみたいな感じで、お父さんお母さんはやったみたいな感じで、私の子供は丸になるんだみたいな感じで、ね、で子供を、OK、じゃあ勉強のために塾に行こうよみたいな感じで、ね、で塾に入れると、ね。で、塾っていうシステムは、ね、この、いい大学に入るためっていうのが多い、この塾の ね、あの昭和の時ぐらいの時からそれが目的に変わったと思うんですね特に戦争の後の塾ねだから江戸時代の塾とかすっげえかっこよかったと思うんですよねなんか福沢先生の、ね、福沢先生の塾とかね結構ね半端なすっげえ楽しかったと思いますよ、うん、でも今ねその昭和のね例えば僕が育っていた時の塾なんてもっと勉強しろみたいな感じで,で勉強できなかったら本当にげんこつガーンっていって。 ねもらってお前今夜泊まれみたいな感じもよくあった話なんですよだから家に帰れないもっと勉強しないといけないすごい恐怖があったわけなんですよねでどういうメッセージになるのかっていうとねいい点数を取れた子でもこの点数をキープしないとツになるよって言ってくるわけなんですよねだからあなたは丸ですよっていう感じじゃなくてツがあなたを襲いかけてますよっていう感じなんですよでいい大学に入らないと ね、罰になっちゃうからってでこれを、ね、塾の先生とかは論理的に教えてくれないわけなんですよね何言ってんのよお前点数低いじゃないかもっとできるんじゃないお前この間93だったのにねなんでこの89なんてダメだよって言ってくるわけなんですよで今度93とか94をキープできるようになってきたらね でちょっと91になったら、お前はこの94だったのに、みたいな感じで,で、この96取れるようになったら、いやー、そうだそうだ、もっと9100を目指せ、みたいな感じですごいプレッシャーがかかっていったりとかして、常にこの罰っていう鬼が追いかけてる、恐怖ですよね。恐怖ですよね、が追いかけてるわけなんですよ。私が罰になるかもしれない、怖いなって。で、努力しないと、ね、認められない。周りの人たちが言っている、私より強い人たちの存在がこう言っているから、それが真実だよねって、ね、素直に思って。周りの子たちも頑張っていって、 ね、でそのね例えばいつも95点取っているのにねたまになんか87点取っちゃったら、ね、学校の、ね、クラスの同級生とかも「あの子何89取っちゃったよ落ちたね」とか言われるわけなんですよ「やば!」って怖いですよねそこにフォーカスしてもっと努力しないといけないって感じで中学の受験を頑張る、ね、高校の受験を頑張る大学の受験を頑張るみたいな感じで本当に大学の受験とか大変なわけなんですよね本当に自分の価値が外のもの 一時的に出てくる、ね、いずれはなくなっていく、自分の価値がいずれはなくなっていく、外のもとに、自分でそうなんだってパワーを与えちゃってるわけなんですよね,ね。恐怖の思い通りみたいな感じで。で、その子たちが、ね、そういう子たちが、例えばいい大学に入れたとしましょう。じゃあ、その人たちは、ね、いい大学に入ったから私はもう二重丸なんだ。 もう何にも心配することないよねって。やったゴールにたど,たどり着いた。やっと人生を無理しないで、好きなように生きて、楽しく感謝の気持ちを持って、やりたいことで生きていけるぞーみたいな、ね。いきなりこの恐怖の悪いことが起こるよーみたいなところから、その幸せな、ね、高いオクターブみたいなところに上がることができると思います。できないですよね。メンターとか。 自分の学びとかこういう自分が過去に本当だって思っていた真実じゃないんだけど私は大丈夫なんだっていうのを選ぶこの点数によっていい大学に入らないと私がダメなんだっていうそれは私は外すって、ね、じゃああなたがそれを外そうとするとどうなるのいや努力しないとダメだよそんなの聞いてる話で結果はついていかないよみたいなまさにこの質問で出てくるようなことがバン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 上がってくるわけなんですよ。 そそううででしょそうですよねっ、ね、ここにねちょっとあのねこのように、ね、自分にとって都合のいい言葉を聞いてていい話だったなって感動するだけありのままの自分で良いって自己称しを求めるけど他人があなたそっくりだったらその他人のことをあなたは認めますかみたいな感じで、ね、で周りの人たちもそれは危ないよって言ってくるわけなんですよ、ね、いい大学に入ったらお父さんお母さんが「やったねじゃああんたは」 いい公務員になってとか、あんたはいい、いいなんとかなんとか企業に入ってとか、大手企業に入ってって言って、また追いかけてくるわけなんですよ。やっと終わったって思ったももうそんなに簡単に、ね、恐怖はあなたを手放してくれない。罰っていうのが本当だと思っていて、周りの人たちも思っていて、社会もこれニュースで言いますからね。 ニューゼリでいきますからね、テレビのエンタメとかにつけると、慶応東京大学に入ってきたスーパークイズの王が、ね、慶応に入れたんだけど、ね、そこから、ね、仕事にできなかったダメなやつが答える番組とか、ね、すっごいこと言ってくれますからね俺、毎日見るわけなんですよ。周りの人たちも本当だと思っていて、ね。で、何が、ね、自然に起こってくるかっていうと、このシステムの中で、この、この、 この周波数の、このドレミファソラシローっていう、このオクターブから上がろうとしても、上がらさせてくれないわけなんですよ。周りもあなたをひ、ね、下ろしてくるし、自分で自分もそんなの危ないよって感じたりする。で、何が起こるかっていうと、こんなね、その子が結婚して子供を産むと、それを自分の子供に伝えていくわけなんですよね。ね、子供にこれが本当なんだよ、危ないよって。 本当なのか、本当はわからないんだけど、それが本当なんだよって。でこれがもう社会的に、ね、いっぱいこういうことがやってるわけなんですよ。で、ちょっと出てる句がいたら叩く。それはダメだよで。お金持ちになっちゃいけないよ。お金持ちになっちゃダメなんだよ。好きなことを仕事にするなんて甘いよって。努力しないと成功できないんだよって。ね。だから社会が今、このオクターブから、 高いオクターブに変わっているっていうのが今の2022年で起こっていることなんですよね。2020年とかからね、いろいろ起こり、本当にあの皆さん見ていますよね。働き方の革命とか。ね、今は本当にパナソニックとか、そういう大手でも、ね、例えば昔のね、昭和の時代とかだったら、ね、日曜日も働けよ、土曜日も働けよ、ね、クリスマス、ね、こ自分の子供自分の娘の誕生日かもしれないけど、会社で呼ばれたら行くんだよって、しょうがないよって。 ね、でお父さん、お母さんはそれしょうがないんだよって、お母さんもね子供でしょうがないんだよって、週末になんかできるよって。そういう形。でも今は実際に見てみると、ね、ニュースでぜひ開いてください、ね。すると、パナソニックだったら、自分でもし選びたいんだったら、ね、週4日だけ働いていいよって、週3日休んでいいよって、このようなありえないような革命が実際に起こっているわけなんですよね。で、この チャプターこの話の中の大切な、この今のね、言っていることの大切なのは、恐怖のシステムなんですよね。さっき言ってましたよね、僕。そのサハラの、ね、砂が、あのね、その大西洋を越えてアマゾンの森に行くって。こうやって、でこうやってそのアマゾンの森が生きていると、ね。自然のシステムっていうのがある。恐怖も生き残るっていう感じで、システムになっているんですよで。だから恐怖も、あなたが恐怖から抜けちゃったら、恐怖困るわけなんですよ。 ね、だから、いっぱい頑張って、あなたが、ね、引力みたいな感じで、あなたがここから上がらないように、ね、風船がプッププッって上がっていくんだけど、風船に紐がついていて、そこに重りがついていて、あなたを下げるみたいな感じなんですよね。それが本当なんだよという形で現れてきます。ね、だから、この、ちょっとこの後から心の話に行くんですけれども、ここでものすっごい自分のベネフェットになることは、ね、こういう感情を これは恐怖の感情なのかなって思ったら恐怖もシステムであるっていうことを教えて学んでください。すると楽にもっと楽に抜け出すことができます。でもこれは恐怖のシステムになっているっていうことも知っていなかったらちょっと難しいんですよね。ちょっと難しいんですよね。僕は本当に思います。 ね、だからこの恐怖のシステムっていうのが本当にあって恐怖は生き残るためね増やしていく自分を増やしたいんですよね,ねだから本当にそういう子供を通して今度子供が大人になったら大人が子供に教える社会的に広がっていく受験の話とかこれが正しいんだよとかあれはダメなんだよとかそういう形で広がっていくわけなんですよね OK 分かったかなシステム of fear SystemOK、ね okay. で、じゃあ実際に、えー、とちょっと心の話に入っていくんだけど、僕が個人的にこういう恐怖と出会った時に、本当に、ね、究極的にチョイスを選ぶ時、どういう道、どういう生き方、私は何を選ぶのかっていう時に、僕が合わせるのは、これなんですよね、目覚めている魂の先輩に私は合わせます。 どういうことなのかっていうと別にお釈迦様でもいいんですけど個人的に私に、ね、よ,よく聞くなっていうのはあのイエス・キリストさんなんですよね。ねキリストさん様なんですよ。でなんでやねんってあなたはクリスチャンなのって言って僕は宗教的にはクリスチャンではないんですよね。ね僕神様って読むのは、ね、そのこの世ユニバース、ね、この世を クリエイトしたエネルギーの意識があるエネルギーっていうのを僕は神様って呼んでいて別にその日本の宗教の神様とかねなんか仏教には神様ないよとか,なんかよくわかんないんだけどねそのキリスト教のキャミ様でちゃんとこういうのやらないと天国に行けないんだとかでそういうねあの癒しキリストを信じないとあなたは地獄に落ちるみたいなたまにそういうポスターあるよなこううまくね あのまあ、これはちょっとね、黙っておきます。まだね、まだ2025年ぐらいになったらこういう話できる。まあ、叩かれるかもしれないからね、僕ね,ね。システムがやっぱり入っているわけなんですよ。いろんなところに恐怖のシステムっていうのが。僕はこの恐怖のシステムじゃないことを言っているんですよね。この真実のハートが閃めている方のことなんですよ。で、僕はそのハートが目覚めている方だったら、その方はどういるんだろう っていうのを考えるんですよね,ねだから僕はその地球で生まれてねこの日本の社会で育ってその日本の社会のやり方その成功しないといけない努力しないといけないいい仕事をつかないといけないお金をいっぱい取っちゃダメなんだよ儲かっちゃダメなんだよとか、ね、そういう何か礼儀正しくやらないといけないとかねなんかそういうか <laughs> ようわかんないなんかシステムのねなんかそういう一般的、ね、システムみたいなところで育ったんだけど僕がこうやってね本当 僕がこういうチョイスをするときは、そういう目覚めている方に合わせるんですよね。なぜかっていうと、僕は僕の魂、僕が生まれてきた理由っていうか、ね、もし、この地球で生きるっていうのが、命っていうのが経験だけだったら、私は愛を選ぶ。私はその幸せの光っていうのがな、大丈夫って。 愛されてるよって。良くなっていけるよ。ヒーリングですよね。癒しっちいうのかな。それを選びます。もし今日、なんか僕にパーンってね、雷に当たって、バイバーイクリスってなって、で、僕はね、魂となって、プカプカプカぷプカやって、ね、僕のね、守護霊様とかガイドの先生とかね、なんか神様がね、なんかわかんないんだけどいて、ね、クリスどうだったみたいな感じで、ね、そしたら、いやもっと愛を広げたいよ、みたいな感じを言うんですよね。 ね、僕はそれを究極的にもし一つしか選べないってなったらその愛を選ぶわけなんですよ。ね。ね。ね。ちょっとここから難しくなるのかな。うん、じゃあちょっと簡単にするとこの ね、私が思うことなんですけれども、ね、この努力しないと悪いことが起こるよっていうのは、自分で選ぶことなんですよね。で、この大丈夫、それじゃない、これ自分で選ぶことなんやな。ね、で、you choose it。誰がそれが本当なんだって、ね、それを選びますって言っているのは、 私なんですよね。誰がこの努力しないとうまくいかないんだよ、このスピリチュアルな話でみんな逃げるんだよねって、私逃げてるよって、誰がそれを選んでいるかっていうと、あなたなんですよね。誰がそれを選べるのって、周りの人がこれやらないといけない、これやらないといけない、これやらないといけない,ない,い,けないって思っても、あなたは自由なんですよ、リアルに考えてみると。何を選ぶのかっていうのは、自分で選ぶわけなんですよね。で、あなたが選ぶと、それに結果が変わってきます。で、 この本当にこの周波数とかねこういう振動数とか共鳴揺れてるよってねこの恐怖の揺れっていうのを選ぶとそれが実現していくわけなんですよね,ね。例えばカップにねクリアな水が入っているね透明のカップにね透明の水に赤いポツポツっていう液を入れると水が赤くなりますよね。同じ感じでその恐怖っていうのをこの恐怖のシステムが本当だって思ってそれをベースにして アクションを取ると作り出したアクションの結果リアクションにその赤い液が入っている恐怖が入っているわけなんですよでそれが広がっていくわけなんですよねでこの風船が上がっていくみたいな感じで自分がこれが本当なんだって思っているこれ過去に自分が選んだことがいっぱいあるわけなんですよでそれがあなたの重りの紐についているおもりみたいな感じでそれを一つずつ自分で向き合っていって で本当なのかっていうのを選んで手放していくっていうのが僕はスピリチュアルワークだと思うんですよねだからスピリチュアルワークで逃げるっていうのはあんた何の話なんですよああ言っちゃった怒っちゃったごめんね <laughs> 怒るつもりだったんだけどってきたね。どういうことかっていうとスピリチュアルワークっていうのは勇者の道なんですよ信頼する道なんですよこれ以上都合に合わないことはないんですよ もう努力が必要なんだよって思って人を騙してねバシバシやってた方が楽なんですよ。本当なのって向き合ってそれを自分で試してね自分の手を広げて崖の上から降りるみたいな感じで絶対空気あるから翼広げてみとうみたいなこれ何言ってんのみたいなあぶねえあぶねえすっごい難しい大変で自分のスモールセルフがキャーやめ,やめてってやめてって 思う話なんですよだからスピリチュアルに逃げるなんて、ねえ、そんな楽だったらいいよねみたいな感じなんだよね。楽じゃないわけよ、これは。もちろん楽なんだけど、都合がいい話ではございません。と私は本当に思います。ねえ、その試していって、自分でこれ本当だって思っていたこと、私は 子供の時から努力しないといけないと思ってたら、あなたっていうのを辞書で引いたら努力する人なんですよ。で、それをやめていくわけなんでしょう。これより怖いものはないよ。で、それを試していくわけなんでしょう。なんて強い存在なのなんて強い存在なので、今この話を聞いている方には、えっ、ー、と、古い魂の方もいっぱいいらっしゃって、過去性の記憶。で、過去性っていうのがあまりピンとこない、来るでしょう。 ね、ここまで聞いてるんだったら、過去世って。この地球で、こういうスピリチュアルなことをやっていたら、どういう目にあったと思う刑務所に行くや、捕まるわ。もう言葉では言えないぐらい、ね、1600年ぐらいの、ね、世界を考えてみて、日本だけじゃない、世界を。言葉では 言葉にできないような、ひどい、怖い、怖い、こうしないといけないんだよ、この宗教はこれが正しいんだよって、それ間違ってたら、反対してたら、どうなるの隠さないといけない。危ないって、出てる首や叩かれる。そんな叩かれるぐらいの話じゃないような、大変なことがあった星なんですよね。 その怖さっていうのは、まだあるわけなんですよで。この恐怖のシステムの中にまだ残ってるわけなんですよ。このバイブレーションに。エコール・ターロー先生たちが言ってるね。あのそ、その波動っていうか、それがまだメモリーとして、人類のメモリーとして残ってるわけなんですよ。ね。で、そういう変な奴がいたら、見てやの変な奴って言った方が楽なんですよ。それに向かってあなたは、 いや、私は何を選ぶのかっていうと、ハートを選,んで選ぶよって言って歩いてるわけなんでしょう。なんとブレーブな人なの。なんとブレーブな人なの、それは。ありがとう、バジ。あなたのこの勇気っていうか、それは見本だよ。それが人類の人間の人の見本だよ。 で実際に社会で見ると、そういう人たちが見本になっているでしょモハメド・ガンディとか、ねキング・ボクシとか、マザー・テラサとか。それが見本になってるけど、それをやろうとすると、<laughs> どれでちゃんとやらないといけないんだよ、悪いことがこりよ、そんな甘い話なんだよって。どこのシステム、その、どのラジオと聞いてきてるのそれから抜け出す 抜け出すんだったら私が今この場で私の経験ですごい手伝ってくれたのはこれをエネルギーの周波数すべては動いている恐怖っていう周波数には意識はないんだけど意識があるようなシステムになっているとでそれが掴んじゃっているでそれが現れているっていうことなんですよねじゃあどうやってこれをクリアするのっていうとね一つの鍵っていうのが knowing 知る。コンビニの生き方わかるうん、知ってるよって。同じような形で、真実っていうか、心で知るっていうことなんですよね。うん。いいね。わあこんなに話してたのすごいね。なんか <laughs> 時間が飛んだわ。 OK。じゃあぜひね、この <laughs> これを終わりにするんだけど、もうここまでね、聞いている方たちは素晴らしい、ね、と思いますので、ちょっと瞑想でみんなで力、ね、エネルギーをつなげてあの、この話を締めていきましょう。でちょっとチーン鳴らしますのでね、ね。あなたは、知っている。つながっている。 あなたは大丈夫。私は大丈夫。私は愛を選んでいい。私は守られている。みたいな感じの、なんかそういうチューニングにちょっと迷走するから、ちょっと1分ぐらいはで。そこを思って、で、ちょっとこの話を聞いている方たち、もうね、何百人、ね、本当に、ね、真剣に聞いている方たちは、ひょっとしたら何十人じゃなくて何百人いるかもしれないのね。時間を経っていくことも含めて。 そういう人たちがうまくいくようにで。もしそういう人たちを応援したい。もしそういう人たちとつながっていきたい。そういう人たちから助け、ヘルプ、力を求めたいんだったら、それもちょっと心で唱えてみてください。Right. じゃあいくねちょあと目閉じて 幸せを選ぶと幸せが運ばれてきます。それが共鳴。うん。So, have your senses up.、ね、スパイダーセンスみたいな感じで、スパイダーマンのセンスってあるじゃん。ね、そういうセンスをピンってオンにして、今、あ、恐怖に入ったなって、ねで。どうやって自分をちょっと上げていくのかって。上げる練習。上げるお稽古。上げる修行。 あげる勉強。いろんなあげ方があるから。例えば自然の中に行ってこういうのを聞いたりとか、自然の中で瞑想したりとか、ね、ユニバース、あなたを応援してくれるフォース、フォースがあるんです。あるから、そこに自分の共鳴を合わせる。ラジオ曲を合わせる。心から、ね、願う。みたいな。私の成長を手伝ってくれませんか教えてください。ようこそ。 ようこそ可能性みたいな感じで、ね、やると本当に現れてくると思いますので。はい。じゃあ最後までみたいなやつコメント。 Right、で、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、2月の,あのフライトプログラムのレッスンで、これをちょっと、もうちょっとこういうのをあの科学的にね、話したりしていきますので、興味がある方は、えっ、ー、と、まだフライトプログラムに入っていない方は、あの、本当今、あの、あの月額980円でやっていて、えー、ちょっと、値上げ、まあ、する可能性はちょっと、 ある、ある、わかんないけど、まあ、今980円でやっていて、1ヶ月は無料で試すことができますので、ちょっとあの、このね、あの、リンクつけときますので、ビデオの下に、そこからクリックすると、あの、本当に、あの、30日は無料で試すことができますので、毎月こういうレッスンをやったりとか、ね、この同じようなことを思っている人たちが集まる場所っていうのがありますので、いいところだよ。興味があったら、ね、みんないい人ばっかりなので、来ていただければ嬉しいです。ね、サポート。 ベネフィットになると思うのでそれを願っています、right. じゃあちょっと最後のドローンの、ね、映像を楽しんで I hope you have a wonderful week All、right. Love you so much あしてるよ <laughs> ありがとうじゃあねー